2024年、7月14日広島瀬戸内戦のニュース、号外でございます。トランプがね、暗殺未遂という事件がね、今朝というかね、日本時間の先ほど発生をいたしました。まあ、トランプがね、銃撃されるが命には別状はないということです。もうこの事件自体ね、もちろんね、外形的には本当にデモクラシーをね危うくするものということはね、当然ね非難されるべきものであります。誰であってもね、これはね、民主的な選挙、これはね、家庭においてこういうことが起きるということはね、極めてね、ひどい話です。それにしてもね、米国では過去ももちろんね、大統領の暗殺事件、未遂事件もありました。まあ、直近ではね、レーガン大統領もね、撃たれてね、銃死をね、追われたことがあります。もう今回はね、ただ、特徴的なのは、米国のね、中の分断がね、深まる中で起きたことです。やっぱ一つはもう非常にね、貧富の差の拡大ですよ。そうした中でね、デモクラシー国家としてね、安定する基盤がね、失われつつあるのではないかというところですね。まあ、トランプがね、分断を広げたという話は確かにあるけどね、それはもう半分の側面です。もう半分はやっぱりね、1990年代以降ね、新自由主義のね、付けがアメリカにも出てるっていうことだと思うんですよ。やっぱりその、新自由主義グローバリズムですよね。新自由主義グローバリズム、ね、の付けが出てるということですよね。まあそういう中でね、社会の分断が起きてきて、まあそこにね、その中でトランプもね、煽ってきたというのもこれは事実ですけどね。うん。だからってトランプがね、撃たれていいわけじゃないわけですよね。でね、バイデンたちがね、グローバリズムの名のもとね、アメリカね、ヨーロッパ人だけどね、人権ですよね。なんか、米プラスね、アメリカプラスね、まあ、プラスね、EU ぐらいですね。EU だけの人権をね、追求してるっていうのも、これは事実ですよ。バイデンもね、日本なんかどうでもいいと思ってます。ね、あれだけね、広島でサミット開いといてね、核実験やる。もうその証拠ですよね。で、一方トランプたちはね、米国第一ですよね。だから米国人だけのね、人権を追求するということでね、範囲がちょっと違うわけですよね。うん。だパレスチナ人、ね、両方ともね、共通するのはね、バイデンね、トランプに共通するのは、パレスチナ人の人権なんかはどうでもいいわけですよね。うん。で、ウクライナやね、台湾、あるいは日本などはね、駒としてね、考えてる。ね、ウクライナはね、ロシアに対する。台湾や日本はね、中国に対する。もうこう考え、捨て駒ですよね。考えてるから、もう共通します。はっきり言って、どちらもね、欺瞞ですよ。どちらも欺瞞ですよ。ある意味ね、トランプの方が清々しいぐらいですよ。で、問題はね、米国の衰退のもとで、デモクラシーやね、人権がね、巻き添えになってね、失われていくと。まあ、そうは言ってもね、建前のね、米国は衰退しているということでね、失われているってことはね、確かにね、問題なんではないかなと思います。まあ、ただね、米国が衰退するね、中でね、デモクラシーやね、人権というものをね、どう守り合わせていくかというのはね、やっぱりその、世界がね、直面する課題だと思います。ただ、私はね、これはもうね、労働者とかね、庶民とかね、もう各国の、ね、労働者、庶民の、それぞれの場所でのやっぱり取り組みだと思うんですよ。なんか米国はね、押し付けてね、できる話じゃないと僕はね、思ってますけどね、皆さんはね、どう思われますかね。まあ、平和都市としてもね、これは大いに、議論発信をね、していくべき課題なんだけどね、ただね、肝心のね、やっぱ岸田総理、湯崎知事、松井市長、こういったところがね、完全にね、米国ね、追従と、残念ながらね、岸田ね、やっぱりね、湯崎、そして、のね、三種のがね、やっぱり、米国忖度と、これではね、どうしようもないです、ね。どうしようもないですね。いまだにね、イスラエルは呼ぶけどね、パレスチナは呼ばないとかね、もう寝ぼけたことをね、言ってるようじゃね、もうダメですよ。ね、
広島はね、1994年にアジア大会を開いたわけです。アジアならではのね、やり方でのね、やっぱりね、デモクラシーやね、人権のね、進め方とか、そういうものもね、きっちりね、広島からね、発信をしていくということがね、大事ですけど、岸田雄崎松井じゃね、どうしようもないと、いうところだというふうにね、思います。それではね、皆さん最後までね、ご視聴ご清聴誠にありがとうございました。それではね、失礼いたします。